皆さんこんにちは。報道学院学習ブログのトシです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語の6回目、今回は She has a dog というタイトルでお話しします。ここに英文があります。まず私がこの英文を2回読むので聞いてください。ケイコが新しい友人を紹介しますと。 This is Midori. She's a new studentShe's from New York. She has a small dog. 2回目です。This is Midori. She's a new student. She's from New York. She has a small dog. では意味を確認しますね。This is Midori. 結構ね、ここにいるのはみどりさんですよと、ね。この人はみどりさんですよと言いますね。She's a new student. この a new student、ここでは転校生という意味にとっておきましょう。彼女は転校生です。この she's、 これは she is、 これを短くしたものでしたね。彼女は転校生です。 she's from New York、 彼女はニューヨーク出身です。 she has a small dog、 彼女はちっちゃな犬を飼っています。こんな英文です。今度は皆さん、私と一緒にこの英文を3回読んでみましょう。いきますね。はい。This is Midori. She's a new student. She's from New York. She has a small dog. 2回目です。はい。This is Midori. She's a new student. She's from New York. She has a small dog. もう一回。はい。This is Midori. She's a new student. She's from New York. She has a small dog. いかがだったですか？この英文に対する質問がここに3つあります。今度は皆さん、この英文に答える練習をしますね。質問を読んだら、この答える部分を私と一緒に言ってみます。では質問の内容を確認しておきましょう。1番は Is Midori a new student? Is Midori a new student? 緑は、転校生ですか？と。そうですよね。ですからテストだったらYes, she is. で、ピリオド。でいいんですけど、ここでは練習で Yes, she is. She's a new student. ここまで言ってください。二つ目です。Where is she from? Where is she from? Where っていうのはどこ、ね、場所を聞くときの疑問詞です。で、Where is she from? っていうのは、彼女はどこ出身ですか？と聞いているんですね。で、彼女はニューヨーク出身ですから She's from New York.こう答えればいいんです。3番です。Does she have a dog? Does she have a dog? 彼女は犬を飼っていますか？飼っていますから、テストだったら Yes, she does. Period. ですけど、練習なので Yes, she does. She has a small dog. ここまで言ってみてください。では、練習を2回やります。いきます。1番。Is Midori a new student?皆さんは Yes, she is. She's a new student. 2番です。Where is she from? 皆さんは She's from New York. 3番です。Does she have a dog? 皆さんは Yes, she does. She has a small dog. 2回目ですよ。Is Midori a new student? 皆さんは Yes, she is. She's a new student. 2番です。Where is she from? 皆さんはShe's from New York. 次です。Does she have a dog? 皆さんは Yes, she does. She has a small dog. こんなふうに答えればいいんですね。では今回はこの4つの文章の一番下 She has a small dog のこの has、ね、have が has に変わっているのはなぜか。これは主語の she が三人称単数の文なので、現在形の文章ではこれ主語が三人称単数になると動詞が S がつくとか ES がつく、または Have が Has に変わる、こんな変化をしました。ではこの三人称単数ね、この三人称ってまず何なのかを覚えましょう。ちょっと乱暴な覚え方ですけど、簡単な覚え方があります。三人称の名詞は何かというと、I と You と We
これ以外ね、I, U, We 以外の名詞は全て三人称の名詞、覚えましょう。三人称の名詞って I, U, We 以外の名詞、ね、三人称の名詞 I, U, We 以外の名詞って、こう覚えちゃえばいいんですね。ちょっと乱暴なんですけどね、まあ、簡単だからこう覚えちゃいましょう。じゃあここで have が has に変わっているのは、三人称の中でも三人称単数、主語がこの三人称単数になると三単元の S がつくといって動詞が変化したんですね。じゃあこの三人称の中でも単数と複数、これを確認すると三人称の例えば単数、単数とそれから複数がありますよね。じゃあ単数は何か複数は何か簡単に覚えちゃうと、単数は1です。一つのもの、一人、一匹、一個、これは、ね、表しているものね、これは単数です。つまり単数って言ったら1って答えられるんで、単数何 ?1 ね。じゃあ複数はこれは2以上とね、2以上、単数は1、複数は2以上とね。問題なのはこっちを覚える、こっちを覚えるんですね。三人称単数の名詞、まず一つのもの、一人のもの、一個のものを表す名詞ね。こういう時に動詞が S がつく、 ES がつくと、ハブがハズになると、こういう変化をすると。覚えるのは三人称って何かと、で三人称単数はって言ったら、三人称は I, U, We 以外の名詞、その中で単数は一個を表しているものと、三人称単数は I, U, We 以外で一個のもの、一人のもの、一を表している名詞、これが三人称単数の名詞。これが主語になると動詞、現在形の文章では S がついたり ES がついたりね、ハブがハズになったり、スタディなんかは Y を I にして ES、 こういう変化をすると、ね、この三人称単数、まずここを覚えてください。じゃあ具体的にはどんなものがあるかと、これを確認しましょう。例えば人の名前だったらケンってありますよね、ケンと、ゼイとか、それから、鳥だったらブローズとか、ヒーとかね、アキャットとかダット、ね、ディスなんかもそうですね。じゃあこの中でこれはみんな IUV じゃないので、これ三人称の名詞なんですよ。じゃあこの中で三単元の S がつく、動詞に S がつくやつですね、これはどれかと、どれが主語になったら動詞が変化するかと。ケンというのは男の子の名前ですね、一人の男の子の名前だから、これは三人称 IUV じゃないから三人称の名詞で一人を表しているので、これは三人称単数の名詞だから動詞が変化するということです。 They、 これ IUV じゃないからこれも三人称ですけれど、 They って彼らはとか彼女たちはとかね、それらはとかね、ものを表すときなんかね、一つのものを表していませんよね。複数だからこれは、単数じゃないと、三単元の S がならないと、三人称単数じゃないと。で、birds、これで鳥ですけど、ここに S がついているので、これ一匹を表していないんですね、複数形の S がついていると。 birds、 これも違うと。 he、 これは彼はとか彼がですよね、男の子、男の人、一人を指しているので、これは三人称単数の名詞。A cat、 アがついてるから一匹ですからね、 A cat、 これも、三人称単数の名詞ということになります。で、 that、 これも遠くのもので遠くにある一つのものしか指せないので、これも三人称単数の名詞。 this も同じで、これは近くのものを指していて、一つのものを指すときしか使えないので、これも三人称単数の名詞とね、こうなります。このようなものね、 can、 a cat、 that、 this、 heここでは C、 これが主語になったとき、現在形の文章では動詞が S がつく、 ES がつく、こういう形になります、ね、三人称何か I, U, We がの名詞、単数はその中で一つ、一人、一個を表すもの、今日はここの部分を覚えてください。
最後まで見ていただき、今日もありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。